ジョブロック。ウッショーでーす。今回はね、スーツに身を包んでの撮影です。スタイリストさんになんと、こい俺がやったよ。俺もう今日めちゃめちゃ楽しみにしてる企画やね。なんと今回ポストに体験入店します。おお、よう撮影許可降りたな。優しい社長さんでアトムグループって言って、東京とか大阪とかで店舗展開してる本店に来てね。今ホストってチャラいだとか女性を騙してお金を儲けてるんじゃないのかとか、いろんなマイナスイメージ持ってる人たちも多いと思うね。だから俺自身が体験入店をして肌で感じて、ホストっていう世界はどんなものかっていうのを実際調査したいと思います。レディゴー。モテるでモテるで今日今日一晩でナンバーワンになれないです。おはようございます。おはようございます。アトムさんの、アトムさんの、そうです。どうぞ。はい、おはようございます。結構いけるんですね。結構出ない仕事してるのかなっていうの。まあ簡単に言ったら女の子とお酒飲んで、はい、知るわけないです。そうです。なんでホストになったのかな。入った時は学生してて、はい、することないな、はいはいはい、何しようかなって時に、はい、お金稼げるっていう簡単な気持ちでこの業界に来たんですけど、まあ、いろんな出会いもあり、はい、人生経験としてすごくいい仕事かなとは。僕が入ったやっぱり以上にいろんな経験で、そうですよ、プラスアルファにいろんな。ああ、なるほど。やっぱ比べるやん。実際僕ってあの、浮いてます。顔的には全然違う。顔的にはバッチグリです。調子に乗るな。言ってるようですけど、実は謙虚みたいな。あー、ね、なるほど。高身長やし。高身長ではないです。で、ホスト、しよう。ナンバーワンだよ。なれるわけない。ナンバーワンってこんな人がなれるかなって。なんかやっぱりワンピースでいうゴールドロジャーって言うんですよ。ナンバーワンになれる子っていうのはナンバーワンってそういうことだけなんで。ああ、なるほど。ナンバーワンの人ってどれぐらい稼いでるんですか。実際月収というのは車1台買えるぐらいは全然。親父が中古車で6万ぐらいの車買ってました。お前しばくだ。ジョー君モテます。モテた経験しかないですね。女の子のことコードナンバーで呼んでますね。両手じゃ足りないんですよ。ナンバーやったらね。ジョー君今日は何がしたいですかね。ホストを知りたい、肌で感じたいってことなんで、はい、もう女性とマグワイ、マグワイましょう、一緒に、はいはい、マグワイます、今日は。じゃあもう早速接客させてもらえるみたいなんで、大丈夫ですか。はい、今からじゃあお客さんの席案内します。うわ、マジか。いいお客さん。いっぱい総さんががっつり。あ、おじめまして、あ、超つり。はい、YouTube。 いやー、YouTube じゃないですか。あ、アーティスト。誰がアーティスト。僕と同じタブコなんですよ。お前なんかありがとうございます。あ、これ、つけてあげたら。ゆうちゃんですね。ゆうちゃんですか。はい。これなんだ。これはね、車買えるぐらいのやつがポンポンポン。おろしたわけではない。やっぱおろしてくれて。おろしちゃったんですよ。便利前。ほっからでもでかいってダメですね。トイレに行ったから待ってて、はい、そのつもりを持ってお金を持って待ってて、自分で来たら私で3台を作っていく。でもなんかさっきそうさんはホストになったら売れる顔やと。まあ笑いで笑い系もそうですよ。ちょっとは笑います。めちゃめちゃいいですよ。これ何やらなかったの。笑ったらどうします。一本一本シャンパンじゃ落ちて笑ったらね。この1回だけワンチャンス。なんだ、ただ食えよ。あ、めちゃやっぱ食えやろ。この前やな、俺の若い時に食えやな。最後だけ聞いていいですか。ホストのどこがいいのかなって。もうすいません、それ失礼だったら。人生変えてくれたとこしか。そうなんだ。元々人間不信で楽しみで、たまたま人前に誘われてホストクラブというところを見て、翔くんが優しく接してくれて楽しく会話してくれて、
人生が前向きになったってことですか。そうですね、コサン君がホストっていうよりも人としてすごい好きになったから応援してるってことですか。はい、ちょっと緊張してる。ありがとうございます。アトムは入って、まあ、4年ぐらいなんですけど、試していいから働いてみなよって言ったのもまずさんやし、そっからね4年続いてます。初対面でこいつ地元の友達かなと思うぐらいすごい予測で入ってきて、まあ、そこから14年間ごちゃごちゃ言うだけで褒めたことないけど、やっぱり俺がないもんめっちゃ持ってるし、すごいいつも感謝してます。僕が入った時はまだ10人今も100人以上一生懸命やっていくので、これからも共にやっていきましょう。今日はありがとうございます。今日ねずっと顔を合わせたらマネージャーおめでとうございますっていう一言がみんなくれたから今日嬉しかったです、一緒にやっていきましょう。まあ、ありがとうございました。もうめちゃめちゃ楽しかったし感動しました。僕ほんまに本気で今日イメージ変わったんですよ。実際なんかそのチャラいとか女性からお金を騙し取ってるとかなんかいろんな世界的イメージってあるじゃないですか。でも僕今日経験して皆さんでチームワークというか仲間同士で支え合ってて目標に向かって頑張ってる。でお客さんの話もいろいろ撮影会でも聞いてんけど、もうほんまにみんな幸せそうで、その人と関わることによって人生が変わったとかいろいろその日常が楽しくなったっていう人たちが多すぎて、このアトムさんも最高やなと思ったんで、さっきシャンパンタワーが泣きかけたもん、マジで。ホストでいろんな経験、いろんな出会いがあると思うんですよ、はい、これを通して、働きたいっていう人たちはどういう風にこう辿って、はい、アトムさんに繋げたらいいんですか。サイトもありますし、ホームページもありますので、はい、面接とかしたら、はい、なんか例えば、はい、イケメンじゃないとあかんとか、酒飲まないとあかんとか、もう、真面目であれば、誰でもです。もしよかったら、ちょっと興味ある人はご連絡してください。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。